今回はディビジョン3第8戦目でございます。必ず勝たなければならないという状況となっております。最初からサラ、私サラ大きい抜け出してサラ決めて、でここダブルタッチでシュート超か、縦抜けるでしょ。オッケー、縦抜けたで、ここ中でメッシからターンして、メッシあるよ、メッシある、オッケー、アルバイス抜けて、デアラスケート抜けてこい、デアラスケート抜けてこい、オッケー、デアラスケート抜けて、こんにちは、ドラゴンワロの武士よくそ、どうも皆さん、ドラゴンワロです。というわけで、本日も e フットボール2024モバイル無課金の地、ディビジョン Y の道、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回の試合では、ディビジョン3初戦ということで、ワールドカップ優勝記念無料配布メッシと、アルゼンチン代表選手を数人起用しまして、一つの動画の中では、今までで一番の大量得点を取って、見事ディビジョン3初戦勝利することができました。そしてその後自分の方で試合を進めまして、今回はディビジョン3第8戦目でございます。現在勝ち点14ということで、ディビジョン2に昇格するためには必ず勝たなければならないという状況となっております。そんなね、必ず勝たなければならない今回の試合では、更新されたこちらの新フォーメーション使用していきたいと思います。そのフォーメーションがこちら、はい、442の 2OMF 型でございます。めちゃめちゃ話題になっているこちらのフォーメーション、これ実はね、前回の動画のを使っていたんですけども、メッシガチャ25連爆死した後だったのでね、もう冒頭にも言ったように配布メッシを中心にした選手を起用したので、普段使っているね選手でこちらのフォーメーションを使用していなかったので、今回はこちらのフォーメーションを初めて動画で使用していきたいと思います。まあ、人選は特に変わっていないんですけども、ベンチメンバーの方にね、前回の動画でも使用したディマリア、そしてマジで強かったハイフメッシとアルバレスの2トップ入れました。いや本当にこの3選手はね、使用感めちゃめちゃ良かったので、持っている方はぜひ使ってみてくださいということで、そんな感じで今回の試合頑張っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では試合にレッツゴー。はい、ということでマッチングできましたので、選手のコンディションの方を見ていきたいと思います。オクサーラー絶好調、素晴らしい、ライスも絶好調、いいね、特に不調もベンチメンバーはいないと、スタメン、あー、エミマル不調か、エミマル不調どうしようもないからな、まあこれでいきましょうか。では大市さんのスカートを見ていきたいと思います。大市さんのスカートはこちら、いや強いな、ディフェンダーめっちゃ強いじゃん。いや、まあいつもてか最近ね、ここ最近ブースターエピック軍団がずっと、もうチームパワー3100とかがさ、もう4連戦ぐらい続いてたからあれだったけども、まあでもそれでもめちゃめちゃ強いね、本当に。いや全然気抜けない相手でございます。では早速頑張っていきましょう、試合にレッツゴー。では前半の方スタートしていきたいと思います。じゃあここからサラーからまずムアッペに渡していこうかな。じゃあムアッペとサラーで組み立ていこうと思ったんだけど、そこで取られていく、最初に取られちゃうと、ただここしっかりドラオッケー、素晴らしい、デヨンがコース制限していきの、じゃあサイズ広がってモドリッチ、これあるぞ、マジある、最初からサラー渡してサラー、オッケー抜け出してサラー決めていこうか、ガー外すんかい、外すんかい、開幕絶対決まったと思ったのに。じゃあもうでもクロス見せていくぞ、オッケー、ここレイニードパスカットしていきな、じゃあ縦戻りって出して、モドリッチの抜け出してもらっての、じゃあここで、あー通んないか、ここ通んないか、でもその後大事、その後大事、デヨング行ってもらって、デヨング取れる、オッケー、素晴らしい、デヨング取って一回フォーテンに預けて、もう一回リターンして、ここでダブルタッチしてアウト効果して決まっていく、マジスーパーゴールだろこれ、ちょっと待って、綺麗すぎて、今の何、今のアウト効果でこんな綺麗に決めたの俺初めてかもしれん、マジ、ちょっと待って、まあ、ただのアウト効果っちゃアウト効果なんだけども、いやマジアウトスピンこんなに決まったの初めてだよということで、いや全然俺の選手さアウトスピン決めてくんないのよ、本当にだ蹴ってくんないの、ね、アウトスピンということで、デヨングの素晴らしいアウトスピンキックから1点目取っていくといいんじゃないの、結構これね、はい、とではここで前半終了と。いや結構大越さんパス回しがうまいな、めちゃめちゃパス回ししてくる大越さんということで、まあその中ではね、そう試合率 50% だけども、じゃあチャンス作れた方なんじゃないでしょうかということで、まあ選手の交代も大丈夫でしょう。ではこのまま後半いっちゃいましょう。では後半スタートしていきましょう。しっかりムアッペでコース制限していきの、じゃサラも行ってもらって、サラも縦防げる、オッケー、そしてサラボール奪っていく、でここから一回戻りちゃって縦抜けてほしい、抜けた、オッケー、ムアッペここで一回中出そうか、中だー、マジか、今のくるってターンしといた方がよかったね、一回回ってから中に入れた方がよかったな、いや今やりましたね、
オッケー、ここしっかり赤んじで対応していけない、赤んじ対応して、オッケー、素晴らしい、奪っていく、ボール奪って、じゃあフォーデン一回預けて、フォーデンから一回ちょっともう運んで運んで中に入れる、オッケー素晴らしい、デヨング上がってきた、デヨング一回預けての、ウワッピ一回飛んないか、ウワッピオッケー、取って、ウワッピ取った、でここダブルタッチでシュートしちゃおうか、あーマジか、惜しい、なんかめちゃめちゃいい起動をしてたけども、その後のちょっとね詰めることができなかったですね今ね。ではここで選手の交代していきましょう。いやツートップめちゃめちゃ疲れてるな、もうめちゃめちゃ走らせてしまったからね。じゃあそこのツートップに前回の動画で大活躍したねメッシとアルバレスのツートップ入れていきましょう。まあツーオベーフの方も変えていこうか。じゃあクルゼフスキとデラスカイター入れていきましょうか。ではここではこのまま後半再開していきましょう。いやーこの位置のフリーキックどうしよっかな。じゃあ一回縦抜けれるもんかな、縦抜けてほしいな、これ縦抜けれるんじゃないこれ、クルゼフスキ縦抜けれるでしょ、オッケー、縦抜けたて、ここ中入れて、なあマジか、惜しい、いや今の面白いフリーキックだったじゃない結構、いやマジか、今決めたかったね、縦抜けれるかなと思ったら本当に抜けてくれたけども、その後なんかね実際の試合でありそうなねディフェンスラインとキーパーの間にクロス入れたけども、さすがにきつかったか。じゃあここどうしようかな、クロスいって、オッケー素晴らしい、奪っていきのでメッシからデヨング、オッケー、じゃあ逆サイドに連れていこうか、逆サイドボール展開してデラスケーター、デラスケーターから1回アルバイス渡して、メッシからもう1回デラスケーター、デラスケーターダブルタッチ、なあダブルタッチ、ダブルタッチしてくれ、いや今ダブルタッチしてたらさインパクトでファーにぶち込めたかもしれないんだけどな、惜しかった、ちょっと待って、バブルギリギリ、オッケー、サンキュー、呼ばれてる、じゃあここでしっかりリターンして、赤んじに出して、赤んじからデヨング、デヨングからデラスカで預けてのアルバレス、アルバレスからメッシ、メッシが惜しい、オッケー、ここグバリデル取ってほしい、グバリデル素晴らしい、でもデヨングに渡っていけるデヨングから展開していって、オッケー素晴らしい、クロゼスキ渡っていく、でメッシとアルバレス一応か、素晴らしい、抜け出してメッシ、ちょっと待って、これどうしようか、アルバレス渡して、アルバレスダブルタッチ持ってたらな今な、ダブルタッチスキル追加してたらさダブルタッチできたんだけど、ちょっとダブルタッチね持ってないっていう印象がすごく強すぎて、いや今はね一回落ち着かせたかったね、ボールそれでもやらかしちゃったな。じゃあここ最後ね、あと10分ぐらいないかな、10分ないかな、オッケー素晴らしい、じゃあここ待って、セリア待って、ここ最後ちょっと怖い、オッケー素晴らしい、クルゼスキ奪っていきの、じゃあメッシに渡して、メッシからターンして、メッシあるよ、メッシある、オッケー、アルバイス抜けて、デラスケート抜けてこい、デラスケート抜けてこい、オッケー、デラスケート抜けてきた、フレッシュの決まっていくということで、後半終了間際に素晴らしいメッシのドリブル単独突破から縦に抜けたアルバレス、そして折り返しにデアラスカタを合わせていくということで、後半91分に素晴らしい追加得点ということで、ここで勝利と。いや結構ねちょっと序盤前半かな、前半はねかなり試合が硬くなってしまったんですけども、後半は結構チャンス作れてたんじゃないですかということで、見事勝利することができました。皆さんご視聴ありがとうございました。これからもねディビジョン1に到達して無課金の星になれるようにエイフトを全力で楽しみながら実況動画たくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録だったり動画のご視聴よろしくお願いします。では皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。